東京の中でも豊かな自然を感じられる国立市、国分寺市、小金井市。ふらり日帰り旅で心も体もリフレッシュ。国立駅からまっすぐ伸びる大学通りは東京百景にも選ばれる国立のシンボルストリート。都立小金井公園内にある江戸東京建物園。おお、いいよ。これ使ったらもう私見えなくなっちゃうレトロな街にタイムスリップ。国分寺にある家の上のカフェはその名の通りマンションの屋上にある隠れ家カフェ。わあ、美味しそう。美味しい。都心からちょこっと足を伸ばしてリフレッシュしてみませんか？